リバランスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ランニングサイエンスラボのヘミです。今回は特別編ということで、私のソロ画学から始めさせていただいてるんですけれども、以前動画で富山マラソン、小和田が走る日に、私も宮城復興マラソンを走るっていう話をしていて、同日走るということで、どちらが大会を楽しめるかみたいな、動画を撮って対決しようみたいな、こちらの動画でお話したと思うんですけれども、小和田くんからしっかり許可がおりまして、僕が走った宮城復興マラソンの動画をこの小和田くんのチャンネルで流していいということになりましたので、今回は小和田は出ないんですけれども、僕の宮城復興マラソン編を特別編という形でお送りしようと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録を、そして微妙だと思った方はチャンネル外していただいて、また1万人台乗ったら小和田はまた2万人目指して頑張っていただければということで、 VTR 見ていただければなと思っております。それでは私の宮城復興マラソン編、どうぞ。こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日は東北宮城復興マラソンに向けて、はい、今日出発ということで、ちょっと気合い入れてスーツ出勤しようかな。大丈夫、僕顔赤くない？いや、どっちかっていうと青いです。どっちかっていうと青い、はい、いやもう第3形態入ってるわこれ、はい、まあこんなね、巨人軍の遠征みたいなそうになってるんですけれども、確かに、はい、ちょっと清掃でしっかりとね、仙台に乗り込んで、仙台の魅力と、それからまあ自分自身がね、マラソン挑戦していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。いろいろ思うところはあるけど、一回東京の気持ちを忘れて仙台に向けて作り込んでいけたらと思います。はい、今ずんだシェイク並んでます。ずんだシェイクが好きすぎて、はい、インスタのストーリーのハイライトに、はい、自分でずんだシェイク宣伝大使みたいなタイトルで、はい、毎回ずんだシェイク上げて、ヘンミといえばずんだシェイクみたいなキャラクターとアイデンティティを確立しようとしてた社会人 1、2年目はやばやばいっすずんだシェイカーとして、シェイカーとしてそういうキャラで行こうとしてた、キャラで行こうとしてたけどやめた、うん、なんかずんだシェイクの店がね、潰れたんだよはい、ということで、ね、購入しました、ずんだシェイク。ずんだシェイク、僕も買ってもらいました、ありがとうございます。甘い甘い甘い、甘くて後半しっかりずんだの味がする。うん、まあ、こんな感じでちょっとね、仙台観光しながら、はい、はい、足を踏まえたいと思います。はい、すごいすごい、待って待って待って、なんかもう準備されてる、すごい、え、すごすぎ、開けます、はいはい、じゃん、おおすごい、ランニングサイエンスラボヘミユータ、うわー、ありがてー、ランニングサイエンスラボすごい、ヘミユータ1だって、1他には、他には、僕来ました、参加賞 T シャツ、へー、すごい、ね、あー、なるほど、はい、すごい、今ついでの袋、はい、じゃあこれからは一回ヘミさんは走りに行くんですか？一回走って、はい、汗流して、はい、そこから美味しいもの食べて足に備えようかなと思います。はい、もう水取りだけで、水食べ、はい、これはしゃぶしゃぶ、これは1分、はい、ということで、ここからは明日の目標を発表しようと思います。明日自分が掲げる目標は大きく2つです。1つはランニングサイエンスラボの代表として皆さんの自己ベストをアシストすること、そして自分自身もサブ3目標に頑張って走りたいなと思っております。現在キャリアハイっていう企画をやっていて、ラボの会員さんとともに1年間かけて
自身の自己ベストを更新しようっていう企画をやっているんですけれども、まあ、一発目のフルマラソンなので、自分は3時間切りっていうのを目標に、まずはまあ4分10秒前後っていうペースで走っていけたらなと思っております。まあ、あまり距離走ができてないので正直不安なところはあるんですけれども、それで失速してしまったら、それはそれでマラソン楽しみ苦しみっていうのを味わいながら、42.195キロ、しっかり完走できればなと思っております。じゃあちょっと時間も遅くなってしまったので、僕は寝ようと思います。おやすみなさーい。おはようございます。朝食行きましょう。いきますか。はい、では行きます。はい。はい。集中の S で。アップいってきます。はい。いらっしゃい。いい感じですか。すごい気持ちいいっすね。風が確かにコンディションめっちゃいいっすね。コンディションがめちゃくちゃいい。涼しい。ちょっと肌寒いぐらい立ってるだけだと。そろそろ、はい、はい、みたいな。そうですね、すごいスタート。めっちゃ手振ってる。よかったよかった。勝ちました。あ、よかった。勝ちました。よかった。はい、よかった。大学の友人です。おお、よかったですね。よかった、交流できて。おお、ももちゃん、テイサーラボのテイサーも出てくれた。全部門合わせて1万1000人を超えるランナーが全都道府県より参加いただいております。テトのハリー杉山さん、ランニングサイエンスラボより代表の辺見優太さん、回しておきますね。はい、各地点ごとに。やや厳しめとなっておりますが、そこを乗り越えますと、おおむねフラットとなります。時間設定も。さあ、今スタートしました。皆さん、素晴らしい 42.195キロ、楽しんでください。いってらっしゃい。やるー。やってきましたね。やってきました。アーリースラブの辺見くんと、まさかのスタートチームで会うとは。しかもテンション高い。よしき、よしき、嫉妬してんじゃねえぞ。はい。辺見？そっちがニューヨーク走ってる間に、ね、そっちは宮城走ったのかな。どうなんですかね。ね、まあ、やばい。14でこんな風に話せない俺。一旦落ち着きますか。ね、よろしく、はい、よろしくお願いします。はい、もうすぐ5キロ付近なんですけれども、こっから1個目、ちょっと坂が来ました。うえー、中電筋タイム。さあ、中電筋を押し使って、登る。頑張ります。はい。ああ、おまけみたいな坂だと思って。向こうの道がさ、はい、北風で追い風だったら、まずボーナスタイムだから。確かに。ね、ここっすね。はい。あとこれも12点で終わるって。そうっすね。はい。あと少し。ファイト、え、来た、ファイト、頑張って、ちょっと目指したけど、頑張って、こっから落ちないように、はい、頑張って、頑張ります。最高に気持ちいいマラソン大会かも。ありがとうございます。本当に ウィザラスト、あー、失礼かった。いやー、気持ちよかった。あ、よかった。足つることなく変わらずに行けたからよかったっすね。これメダルですか。メダル、これはもう東京までかけて帰ろうと思うんで。あ、
新しい文化。しみる。しみる。めっちゃ美味しいです。走り終わったんで、摂取。あとは出し切るだけ。お、伊勢637番最後スパート。最初スパート。ゴー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 。あ、ウサギの被り物だな。はい。お疲れ様です。はい。まずコースとしては非常に走りやすかったんですか。平坦だし、まあ、風の向き的にも向かい風っていうのがそんなになかったんで、はいはいはい、安かったっていうのと、まあ、震災復興に向けたそのコースっていうところで、震災が起こってから建てられた防波堤みたいなものがあったりとか、そういうところもあるので、なんか仙台 のヒストリー的なところを見ながら走れるマラソンっていうところで、あ、まあ、復興の道のりをこう歩んできたものを感じつつ、そうですね。でコースもすぐ走りやすく、記録としても大会記録もね、今日川内さんが2時間11分台で、とてつもないタイムを出したみたいで、はい、まあ、僕自身もやっぱ福島出身で、そういう東日本大震災っていうワードにはかなり敏感なあれなので、本当に今日走れてよかったなっていうのはすごい正直な感想でありますね。で僕自身のタイムでいくと、まあ、3時間12分ぐらいでした。はい、激震しました。はい、4分5秒から10秒ぐらいで行けるところまで行こうかなっていう感じになったんですけれども、もう序盤の序盤で足が売り切れてしまって、20キロ過ぎぐらいからはしっかり完走できるタイムまで落とそうと思って、1キロあたりが5分は切らないようにっていうところに少し目標を変えて、後半はずっと走り切ることができました。ゲストランナーではあったんですけれども、むしろ走ってる人たちからラニキラニキと声をかけられたり、一緒に走っていただいたり、なんか逆にすごい元気をもらって、なんかそういう意味でも東北の温かさというか、すごいいい大会だなっていうのを感じることができましたね。今日ゲストで呼んでいただいたことを、ね、関係者の皆様に本当に熱く呼んで申し上げます。急に硬いな。めちゃくちゃ楽しい一日でした。あ、まあでも僕も今日応援で一日コース回ったりしたんですけど、すごい楽しかったんで、また来年も、ね、また来年来たいですね。はい、来年はぜひタイムを本気で狙えるぐらいのところまで戻していって、汁がめちゃくちゃ美味しいってところですかね。はい、かき汁食べてゆっくりして、うん、帰りましょう。帰りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。